画面の前の皆様、こんにちは。ウェルクラでございます。今回もやっていきましょう。シャッフルパークタイム。なんか題名つけたいな、これね。混ぜ混ぜ、混ぜ混ぜベルクラの。ベルクラ、混ぜこぜ、シャッフルなんとかみたいな。ちょ、なんかすげえ子供番組みたいになっちまうからやめとこう。そのわけで、早速やっていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。目閉じます。閉じた。信用して。バル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 、はい、そして次の項目に探す。これがどこにあるか分かんない。この辺で音が変わるんだよ。ここでちょっともどかしいもどかしい。この辺で音が変わるんだよ。え、ちょっと待って、なんだこれ、なんだこれ、何の音だこれ。え、今の何、今の何、え、これ何、何、何、これ何なのこれ。え、ちょっと待って、これ音何も鳴らなくなったんだけど、大丈夫これ。え、ちょっと待って、え、ちょっと何もの音ない。え、フリーズしたこれ。え、音全く鳴らないんだけど。お、あ、落とした、落とした、落とした。ん？なくなった？え、どこ？え？初めて聞いたような音したんだけど。え、ちょっと待って。目開けていいかな、一回。それ？そこ飛んだ？ちょっと待って。そこ飛んだの？よかった、これなんか。カンストしてなくてよかった、マジで。カンストしてたらもう、めっちゃ無駄になってましたよ、20万点ぐらいが。ファップな。あ、じゃあちょっと、目閉じます。はい、閉じました。怖っ！何あれ？シャッフル、シャッフル。はい。そして次。次はどこら辺か。あ、これだね。はい、ぐる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 。これ。次、合ってるのかな？合ってるよね、多分。はい、行きますよこれどういうことでしょう。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、なんかおかしい、なんかおかしい。あっ、いけた？はい、目開けます。あー、誰のミステーション、最後になったら、経験値が全部2倍になって行動速度が 12% アップ、エンパシーね、共感で傷ついた仲間が場所分かる、都会の生存率でアイテム消費、アイテム持ってない。いや、ちょっと待ってよ、これで薬費あれだな、チェストから必ず何だろう、医療費金が出るんで、それの消費が少なくなるっていう。そんなわけでやっていきたいと思います。新眼デッドバイデイライトプレイいや、誰もミスてはしないプラスエンパシーっていうのは、これはやはり最後もう仲間がいたら脱出せずに、負傷した仲間がいたらもう脱出せずに、この2つのパークを使って、まあ、ゴリゴリ行く、助けに行くっていう、その成人プレイになってしまう、おのずとパーク構成上。誰もミスてはしないは、やっぱり移動速度も上がるんで、あ、移動速度は上がらないのかな、動作が変わるのかな、うん。だからまあまあまあ、なんていうか、救出とかに向いてる気がしますよね。うん。だからこの中から、救急キットは自己治療がない分、実は意外とマッチはしてますね。うん。いや、私のこの新眼プレイもね、だいぶ板についてきたんですけども、実はね、視聴者さんの一人からこれスロット用にどうですかっていう、ものをいただいてて、こうパークがバーッてシャッフルしてクリックした時点でピタッて止まるみたいなやつを手に、作ってくれたんですね。
それを今度使って殺人鬼のシャッフルプレイ、殺人鬼のシャッフルってなんだよ。あ、ちょっとドクターシャッフルプレイも見てみないっていうのがあったんだよね。不安の元凶のドクターとかもうそれだけでちょっとなんだろう、月曜の朝のなんか宿題忘れた時の学校行った時に気分になるわ。あっちか、あるでしょ、プリントなんか持って帰るの忘れてて、土曜日に家帰ってさーてやるかーときに、あれプリント、あーっていうさ、昔小学校の頃だね、ある大事なプリントを渡されて、それを夏休みの後に提出するやつだったんですよ。でも案の定夏休みの宿題って後半にやるじゃないですか。その時にあーっていうね、そういえばやらなきゃみたいになって、まあ探したんですね、そのプリントは。そしたら、おお、そしたらそのプリントがないと、やべえと思って、もういや、もうそう、私の小さい頃の思い出ですけどね、やべえと思ってね、こうプリントをどうにか作らなきゃっていう考えに陥ったんですよ。その時プリント作らなきゃみたいな、ああここにあるやん、で友達からプリントをちょっと貸してもらえないかと、貸してもらってね、でそのプリント自体をまず作んなきゃいけないわけで、いや、その時コピー機とかいう頭ないし、コピー機って高価なものだったから、だから向こうに釣られたわ。だからね、そのまあプリントを綺麗に模写し始めたんですよ、夏休みの後半にさ、もう綺麗に、もう絶対バレないように完璧に模写してやろうと思って、まあ小5ぐらいの時ですけどね、うん、絶対模写してやると思ってね、もう誰にもバレちゃいけないみたいな、誰にもっていうか、もう先生にバレちゃいけないと思って、もう本当にそっくりそのまま描いた。もう被写体っていうかね、そういったあのフォントもね、フォントも綺麗に真似して、インクも近いものを選んできて、うん、おいよっと、まあそれ1枚のプリントだったんだけど、でその1枚のプリント綺麗に作って、私が見つかる、でそれに、下書きをしてボールペンでペン入れして、その後自分で鉛筆でそれに書いていくみたいな。追いかけられてる、違うか、私じゃなかった、していくっていう、あ、先に助け行こう、やってたんですね。でもうそのプリントもね、紙のやつも似たようなやつを選んできてね、うん、はいはい、治療します。で私が終わった後に提出したんですよ。いやー、バレなかったよね、バレなかった。あのね、なんだろうな、夏休みのもう自由研究でいいんじゃないかあれって思うぐらい熱心にやってた。もうむしろ途中から、いやこれ面白いんじゃないかみたいな、うん、ちょっと楽しくなってきて、模写するの、模写するのすごい好きだったから、その頃ね、漫画絵とかもすごい模写しまくってたんですよ、うん、どこだ、あ、そっちか、あ、そっちか、うわ、の元凶が来るぜ。いや、そういった怖い話でございました。怖い話なのかな、いや、プリント忘れた時はゾッとするでしょ、怖いでしょ、ギリギリまでって私が引きつけよう。なんて言ったってツイッチ T シャツだからな。たまに質問来るんですが、このツイッチ T シャツはツイッチで配信してる人しかもらえませんね、うん、ある程度やって、ある程度やりまくって、公式のね、このデッドバイデイライトの開発の人に、危な、あの目に留まった人だけじゃ配られるみたいなものらしいです。ありがたいです本当に、うん、いや、それにしても私のプリントの怖い話どうでした？そっちに行くんかいっていう感じだったでしょ。来てる来てる。
まあ、バレるよな、バレるよな、それバレるわ。あれ、電撃の範囲上げてるな。ドクターに対していいパーク構成は本来クイック&クワイエットとか、クイック&クワイエットとか、スプバ、いやスプバは別に大して良くもないんだけどね。裏読みすぎ、裏読みすぎだ。おいしょー、そこに入ると思ったかい、痛い。あはんはほん、ほらよっと。しかも帽子赤っておい、どんだけなんかどんだけ目立とうとしてんのっていう。こっち側の発電機がついたから、うわってんの。でアイテム消費が弦のパークもついてるから、これ救急キットはね、そう、救急キット私拾ってないやん。救急キットを拾って自分に使うっていうのをやった方がいいね、うん、いや不安の元凶を持ったあの電撃範囲広くしたドクターに対する対抗策ってめちゃくちゃ少なくって、まあ強いて言うならほんとクイック&クワイエットでロッカーに入ってやり過ごすみたいな、うん、プラスなんだろうな、足跡消えるのが早いとか、うん、張り込み、あと信用範囲を広げてるドクターが多いんで、お願いします。新商のハンバーグ、ハンバーグありがとう、助かります。なので、まあ、そういった本当は対策した方がいいんですけども、正直言って私最近のバージョンデッドバイデイライトで一番強いのはドクターかなと思いますけどね、うん、一番強いというか生存者でやっててやりにくい相手はドクターかな、うん、宝箱を探そう、あったあった、野良宝箱や。何人か出るかな。いや、出るもん決まってる。出るもん救急キットだ。緑以上の救急キットです。助けていきましょうか。いやー、この救急キットを自分に使うことによって、自己治療の代わりになるんでね。この子には使わない。私の救急キット。私専用の救急キットです。しかし帽子とこの救急キットが合ってていいね。うおっほっていうかさ、これ思ったんだけど発電機偏ってない？こっちに引っ張ろう。あの発電機向こうに3つぐらいあるでしょ。これまずいな、偏っちゃったな。絶対ここら辺守られるよね。ちょっと待って、これマジで。おいおい、引っ張る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 。届くね、範囲広げてあるね。よいしょ、こっち来なさい。どんどん私の深みの方に来なさい。やっぱ来ないな。仕方ない、まずは正気を取り戻そう。お母ちゃん助けて、お父ちゃんも助けて、おばあちゃん、おじいちゃん、おじいちゃんが早く私のおまるが飛んできて私を襲うんだっていうのはね、全くの幻覚でした。正気に戻りました。本当に何がおまるだと。正気に戻ったよ私は。おいけたか、オッケーオッケー。じゃあやりましょう。どれどれ。しかしこっからがね、誰も見捨てはしない。あ、怪我してる。そう、エンパシーと誰も見捨てはしない。そしてこの救急キットにアイテム消費減で、さらにタゲ取り肉壁マン、あえて辺りに行ってあのメグちゃんを助ける。しかもこのゲートから離れて私が反対方向に引っ張る。つまり私にはとってはもう最大限のリスクを負う。この誰も見捨てしないをこさえたベルグラ。
ここに行き過ぎても救われた時に向こうのうわー行けないからね実際。あ、これ幻覚なの。よしよしよいよしイエスのまま私ゲートまで向かう。このままゲートまで向かう。頑張れ私、頑張れ私。ダメだ頑張った。もうヒーローとして私歴史に名を刻んでもいいんじゃないか。すぐそこやしな、これ。おっ、メグちゃんがせき止めてたね。あ、これ間に合わんわ。しかし、まだ脱出しないで待っていてくれてる方がいますね。ありがたい。おおばあちゃん。さあ、電動タイムゲージ。あれ、ちょっと待って、そこに、のロッカーに入ってる。ロッカー、そこにデビキンが入ってんだけど。あ、あれ、ありがとう。行くしかない、行くしかない、行くしかない。うわっうわ、びっくり吠えた。ゲートワン、ゲートワン。あったあった、そっちか、そっちか。間に合うか。あ、間に合うね。ありがとう肉壁、ありがとう大感謝。大感謝で。大感謝でっていうのもおかしいけど嬉しいね。シャッフパークルで、パークルじゃないあのパークシャッフルで。私大丈夫かな無事、脱出することができました。皆さんの良きゲームライフの方を祈っております。ベルクラでございました。お疲れ様です。チャンネル登録は PC の方は画面のアイコンから、携帯機器でご覧の方は下のチャンネル登録ボタンの方からどうぞよろしくお願いいたします。